からになっちゃった。うん、大丈夫。これ聞いた時にちょっとショックっていうかな。まあ、ラムタイムっていう感じ、こういう感じの曲があるっていうのは、あのこういうのが一時流行ってたっていうの知ってた。イメージとしてはもうジャンルダンボのイメージ。すいません。多少違います？全然違うと思う。あ、そう。あの、まあ、今年のことがあれは一緒なんだけど、やっぱりこのグルーヴ感っていうか、ノリっていうのがやっぱオンリーワンだね。真似しようと思ってもできないもんね。でもまた違う味じゃないですか、全然。まあ、そう、だから結局自分のこの曲ってことになるんだよね。私初めて聞きましたよ。あ、そう。うん、原曲。あ、そう、うん。あ、そうかもしれない。ね。ねえ、ここでも初めてじゃない。あ、そうかもしれない。どうやってるんだ。これがアクロテになってしまう。アクロテ。こういうの普通にアルバムとしてさ、シングルとして世の中に売られてたんだよね。それ考えるとなんかいい時代だったのか。まあでもいい時代だったんだろうな、この時代が。これコピーした時って何でコピーしたんですか？何言って CD ないでしょ。 CD あるよ。あ、CD で。もちろんこの時代、あなたこの時代が私が生きてるわけないから。そうだけど、じゃレコードでいちいちこうやって聴きながらすごい大変だと思うから。まあでも大体なんとなくコード中から想像つくから。ただこの乗り方とかさ、一人でやってるからこのバランスの取り方、一回聴けば覚えちゃいますだ。まあそういう人もいるだろうけどね。すごいな。でもあのロバート・キャストなんか一回聞いたら全部できたっていう話は噂としてあるけど、でも噂だから、でもそのぐらいの力量を持っている、あの人のプレイ見ると聞くと、はい、はい、お願いします。トラック4、5を続けて。それでも 何分ぐらいですかね。まあ、あの、あんまいいや。まあ、3分ないんだよ。3分弱ぐらい。あ、最後がやっぱ。はい、はい、ね、ちょっとザーザー気味ですがね、ええ、すごいね原曲ね。私初めて聞いたかもしれないです。あ、本当。うん、あの、もうこれに憧れてやられたんだけど、まあラグタイムっていうのは、イメージとしてはジャングバンドみたいにさ、ええ、あの、なんていうの、大きな薬瓶っていうかな、あの酒瓶、うん、ワインのでかい瓶を吹いて、ええ、ブッブッブッとか鳴らして、ええ、それに合わせてバンジョーとかギターを弾いて、ええ、いわゆる薬売りのね、あの、いわゆる、あの、薬をこう、昔は行商で売って歩いてたんですよ。はい。で、それの宣伝の、チントン屋で、いわゆるね。チントン屋風のものが、そのジャングバンドっていう、発祥っていうかね。そうなんですか。そうそう。まあ、それ、まあ、それがだんだん、こう、お祭りっぽくなってきて、で、みんな、楽しいから子供たちも寄ってくる、ね、家族で来る。そういう中で、お薬どうですかっていうふうに売ってたわけだよ。薬売り？そうそう。それのテーマソングみたいな、ようなイメージよね。あの、ジャングバンドっていうのはね。ただ、この人、ブラインドブレイクって人は、まあ、ギター一本で、はい、あと自分の声とだけでね、それを表現しようとして。で、だからまあ、画期的って画期的な人で。うん、この人は、あの、ピアノのように、ギターを弾く人っていうね、あの、売り言葉っていうかな、うん、その、そういう宣伝文句があったぐらいでね。確かにそう言われてみると、ピアノっぽいギター弾くかなという気もするんですけど、ね。うん、そうですね。で、ほら、目が見えないっていう。そうなの。ねえ、先週言ってた。目が見えない人の方がやっぱり聴覚は発達するんですかね。あ、そうかもしれないですね。なんかそんな気はするよね。みんな素晴らしい人多いもんね。あ、まあベートーベンはだんだん聞こえなくなったから別かもしれないけど、うん、最初から聞こえない、いや、見えない、聞こえない、見えないっていうかさ、人もね、あれだもんね。うん、うわぁ。まあ、いろいろ深い深いものがあって、これからもこのシリーズを続けてきて、このシリーズ、その他にも、あの、20年代、30年代の
面白いブルースミュージャンいっぱいいるんでね、あの聞くとびっくりしますよ。あの、うん、あんまりブルースっぽくないっていうか、あの暗いイメージがあんまなかったり、これだってこの曲だって割と明るいでしょ、うん、軽快な感じで、なんか踊りたくなるような、そうだ、そういうものをもうその今世界で言われてるブルースの中には含まれちゃってるんだよね。内海さんがライブでやってたりするとね、うん、なんかこう聞き入っちゃったりとかするけど、まあ、あの今の感じだとこう周りで踊ってて全然不思議はないような感じ、ね、基本的にダンスミュージックですからね、うん、まあ、そんなことでまた紹介したいと思います、うん、お願いします、ね、うん、メールが来てます、はいはい、ね、まっちゃん、まっちゃん、まっちゃんね、この間あの忘年会やったんですよ。ああ、そうでした。何だったんでしょう、プレゼント。プレゼントはね、なんだっけあ、写真ですよ。あ、写真？私の生写真みたいな。生写真？秘蔵写真？そうそう、なんかどっか、まっちゃんが撮ってくれたのかな。ええ。どっかから持ってきたのか。もう綺麗な写真でね。ええ。それにサインして、まあ、そんなの。プロマイド。プロマイド、欲しいのかなと思うんだけど。いや、欲しいですよ。まあ、あの、うん、あとその時にちょうど、A ちゃんが武道館でライブやってまして。ええ、ええ。その帰りに来たっていう人もいましたね。あ、そうだったんですか。で、それを見に行って、武道館の外にずっといて、A ちゃんのコンサートが終わってからこっちに来たってわけわかんないやつになって。お前何時に行ったんだ。チケットがなかった。だったらこっち最初に来いよ、みたいな。そうだったんだ、ね。ずっと外で待ってたんですね。でも楽しいね、みんなね。いろんな。バンド出てましたから、ね、ありがとうございました。アコギソロからブルースマン、そしてキャロルとすっかりこき使ってしまう、うん、もう使われましたね働かしましたね働かされちゃったんですね、参加者で本当に満足しておりました、うん、ね、今年はね大地震や吉尾さん、ジョーさんも亡くなられて悲しい出来事ばかりでした。そうですね、来年こそは土曜のライブのように明るく楽しい素晴らしい一年になることになっております。そうですね、うん、どうぞお体にお気をつけてとね、良いお年を迎えください。ねえ、まっちゃんも良いお年を迎えください。良いお年を迎えください。あとブスカちゃん、ブスカちゃん、ね、こんにちは。いよいよ今年の放送も残すところあと2回。そうなんですよ、オイラの忘年会も本日21日のチャド、今日ね、うん、今日は私と長瀬達美でチャドでやっておりますけど、ね、あ、そうなんですね、はい、気が向いたら、ね、含めて残すところあと7回。まだ7回もやるのかすごいですね、毎日忘年会じゃねえか、うん、ね、28、30のバカバカをその中に入れて、ライブもなんと参加予定は残すところあと4回。うわ、23日の恒例の子供たちのピアノ発表会見れればもうプラスワン、ね、まあクリスマスキャンプにも出かけるんですか。あ、その時も加山雄三さんのハイパーランチャーズでベースを弾かれている上原治さんのミニライブを見られるので、やっぱりプラス好きですね飲み明かしまくり、ね、うん、今年はライブ参加に途端に飲み会に、そうですよね、100名山ですもん ね、うん、もちろん仕事も充実した1年だったような気がします。あ、ね、あ、すごいです ね、まあ、ね、まだ締めるには早いです、うんうん、ちょっと、ね、まっちゃん、はい、まっちゃんじゃない、ごめんなさい、ブースカちゃん早いすぎて、ね、23日より連泊でクリスマスイブもキャンプ場で、単身参加不良親父モード、よくわからない。一緒じゃないんですね。一人で不良の親父がクリスマスキャンプってのもなんか異様な光景って言わなく、まあまあ仲間がいるんでしょうけど。山でクリスマス、ロマンチック。本当、ブスカちゃんは外がね。あ、でも25日は家にいるようにします。いえ、そうだよね。喜ぶ。やっぱり多少家族サービスもしないよね。家族が喜んでくれるか別として。ね、大丈夫ですよ。ね、世の中だんだんやっぱりクリスマスモードですね。プレゼントさえ渡せば、うん、そうだね。やっぱりね、亭主元気で留守がいいと。そうです ね知らない。銭だけ持ってこいよと。うん、ね、ごもっとも。そうですか。すごい勢いで言っちゃいますね。じゃあ今日、まあさ、クリスマスも近いんでね。ええ。じゃあクリスマスらしい曲。らしい曲。ね、うん、かけたいと。あ、やっとらしいんですね。ね、2曲続けて。ええ。まあ、これ結構古いレアな音源なんでね、ええ、ちょっとサイレントナイトも入ってますけども、ええ、面白いですよ、うん、2曲続けて聴いてください、はい、The Swan Silver Tones、 お願いします。あ、これも結構ザーザーなんかいいですね。こういう感じで、だんだんこうね、小栗がね、教会で踊ってる感じで若い。ああ、そういう感じ。
でもまた白人の教会と黒人の教会って全然違うから、うん、白人の教会でも音楽が入ってるんだけど、リズムがないから、あそこも黒人はもうリズムでこういくじゃん、もうね、歌わなくても体がリズムしてる、それがやっぱり知らんだ、だって歩くときだってリズムしてるでしょ、ね、お尻プリプリってねあの黒人のお尻クッてすごいよね、こういう感じに見えませんね、なんかね、うん、ここ結構垂れ下がってくる、フラップしすぎんだでもなんかいいですよね、いいよ、あ勝手に持ち上がっちゃってる、ちくろさんどうしちゃったの、ごめんね、まあ忙しいじゃない、寂しいな、これ歌ってる人2人とも同じ、同じ、同じ、そうだ、ちょうどよかったですね、ブースがクリスマスっぽい、あ、ぽいね、ぽい、まっちゃんはハッピークリスマス、ジョン・レノンでした、綺麗な声が出るの、ね、不思議だよ ね、まあ、骨格とか違うって言うんだけど、うん、鼻じゃないですかね、うん、あ響き方が違うんだね、うん、広そうだもんね、うん、この中このあれがね、うん、これでグワーッとくるこう鼻のこう鼻孔つか広げればいい声出るの、だって広げるのあるじゃんあれやって歌ったらどうなんだろう、あサッカー選手なんか、いやいいんだよ、サッカー選手なんか呼吸がさ、うんうん、楽なように両手しているんだよ、うん、結構長かったかな、そうなんだろう、これ次やってですね、うん、きっとリュウさん、リュウさん、ほら、リュウさん、あ、本当珍しいね、あ、いいなね、これいつもと違うページになってたから、なんかね、あ、そうなの、うん、
はい、あ、ね、なんかね一気にねなんかね、うん、清められたかな、清められてないなでもなんかこう雪が降ってきそうな感じでね、清子の夜、まだ2本目であれ